道の駅の名前はリンゴのそうリンゴ温泉ってのも出てくる。去年は出たっけ。地方の山形ライフです。今日は、山形県の朝日町にある道の駅の朝日町で、朝日町はリンゴが美味しくて有名なんですけど、その名も道の駅の名前はリンゴの森に来ています。ここではなんかちょっと変わったものも食べれるということなので、ぜひ皆さんもちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。では早速行きましょう。行きましょう。すごい人気あるんだよこれ。非公認でしたっけ。山形の人はね知ってるすごいと思うんだけど、独特な目をしてますね。そうすごいね。ちゃんとスノボとかもするからね、田植えとかツイッターでチェックして。ツイッターもあるんですか。あるある。そのね、シーズン始まったのでテントでリンゴ売ってますね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日は何の取材。あ、ただ私の YouTube で、ご冷麺と、やっぱりリンゴ冷麺だよね。冷麺だよ、寒いよ。そう、すごい暖かい格好してる。ねえ。おすすめでもいいんじゃないかな。ダチョウフランクと、リンゴ冷麺かな。今日は豚丼がなじつ。おお。朝日町は関係ないけど。誰？ただやっぱりリンゴ冷麺になってるから、もうちょっとするとリンゴ温麺ってのも出てくる。へえ。去年は出たっけんだけど。温麺がまた美味しいの。そうなんだ。こちらの中には朝日町の観光協会の方が常駐してらっしゃるので、何でも朝日町の観光のことはぜひ伺ってみてください。楽しく教えてくださいませ。気軽にお声掛けくださいありがとうございます。 I wish 再販しました。あれすごいすごい。あけびよ、ね、あけびよ。ありがとうございます。あけびのビー。はい、あけです。リンゴ冷麺。リンゴ冷麺。まあ見て、ダチョウフランクね。ダチョウフランクね。300にしようか。はい。はい。はい、では、朝日町といえばリンゴということで、持っても見えないからリンゴ冷麺。なんか麺に多分なんかリンゴ麺にリンゴが他の飲食店とかでもこの冷麺、リンゴ冷麺は確かなんか食べられるって聞いたことがあるなじゃあいただきます。あ、そうそう、ちょっと待って。そしてこれね、ダチョウ、朝日町ってダチョウの飼育をしているところがあって、そこのこういうフランクで、こういうフランクフルートとかって結構なんか売ってて、道の駅でも売ってると思う、うん、マスタード好きなのおいしい。これね、肉汁もそう、おいしい。キムチすっごい美味しい。長かったら食べ物も美味しいよね。
さ、冷麺のスープさ、超おいしくない？出したらもうスープばっかり飲んじゃう、これ。ごちそうさまでした。次は？え？次は？あ、次は、お店の中ちょっと行ってみようか。はい。美味しいんだよ、食べたことあるこれ。で、このイカキムチってすごい美味しいって。だからね、ほら、やっぱりリンゴジュースあります。なんかこういうピンクのジェネバとかで、うん、アケビアコンみたいな。これすごいテレビでもやってたやつね、パワコンがして、すごい大人気で、もう完売した。ダチョウフラン可愛いよね。せっかくなの。可愛い。なんか飲み会く。あ、ラフランス。マリゲット。洋梨が。Travel light and see the world right. You never know if you never go. So run.